ようこそリーダーの挑戦へ。この番組では僕が最も尊敬するリーダーの方をゲストとしてお迎えし、5つのキーワードからその方の人生哲学に迫っていきたいと考えています。今回のゲストはフューチャー株式会社代表取締役会長兼社長グループ CEO の金丸康文さんです。金丸さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ハードウェアの設計開発に携わりました、うん、それがその16ビットパソコンで、うん、その中に入っているマイクロプロセッサーに関心を持つっていうのが、うん、まあ、転機のきっかけで、20代でプロジェクトリーダーがなれる会社ということで、うん、ロジックシステムズインターナショナルという会社を選ぶ、生涯その一つの会社に、ずっとその勤め上げるっていうイメージがなかったもので、うん、最初からなかった、ね、なかった。その苦しいのが喜びに変わるのは、それを成功した時、まあそうですよね、その一瞬しかないので、うんうん、毎月売り上げが増えているのに、うんうん、運転資金すら増額をしてもらうってことはもうできなかったです、うん、起業家と発明家の集団にするっていうのが私たちのキーワードになっているんですね。日はまた昇るってのが好きです。要するにもうどんなに辛い時でも明日は太陽が昇るよねって、うん、だから割とポジティブシンキング。なるほど。